本日のラボは走れ走れ走れ。どうもラボ BC チャンネルの達郎です。本日は、春季大会準々決勝の模様をお送りいたします。対戦相手のジャスティスさんは一昨年大会で対戦し接戦の末敗れているので、ぜひとも勝って準決勝決勝へと進みたいところであります。本日のスタメンはこちら。なおこの試合ラボの総力に注目してご覧ください。それではどうぞ。まずは初回の攻撃、1番大勢、初球からセーフティーバントを仕掛け揺さぶっていきます。続くボール、この打球をショートうまくさばきますが、大勢も気迫のヘッドスライディング、内野安打をもぎ取りチームに勢いをもたらします。そして続くアッキーの場面で見事に盗塁成功。さらにワンアウト後、三盗を試みキャッチャーが悪送球、その間に大勢は一気にホームイン、エラーで1点を先制します。ラボは先発を大輝に託します。立ち上がりの大輝、先頭をキャッチャーゴロ、しっかりワンアウトを取ると、続く2番はセーフティーバント、しかしこれを太田が好フィールディングで2アウト。そして続く3番はレフトの浅いフライを私達郎スライディングキャッチし、三者凡退に抑えます。2回は先頭太田、外寄りのまっすぐをきれいに弾き返しセンター前ヒットで出塁します。ワンアウトランナー三塁となり7番たけちゃん、痛烈な打球がショートの右を抜けレフトへのタイムリーヒット、これで2点目を追加します。さらに続くヒデ、フラフラっと上がった打球もセンターの前にポトリと落ちてセンター前ヒット、チャンスを拡大します。そして9番久しぶりに参加のグー、ここは粘りカウントをフルカウントまで持っていきます。しかし最後は空振り三振、この回は1点止まりとなります。続く2回の守り、先頭をピッチャーフライに抑えきっちりワンアウトを取りますが、続くバッターのこの打球、サードタケちゃん飛び込むも惜しくも届かず、ヒットで塁に出します。そして6番のこの打球はよっしゃ、見事に 5-4-3 のダブルプレー、結果的にこの回も3人で抑えます。そして3回、ワンアウトから3番私達郎、この打たされた打球はショートが弾きエラーで出塁します。そして続く4番上原の場面で盗塁、さらにワイルドピッチが重なり一気に三塁へと進みます。そして上原のこの打球、このサードゴロの間に
ホームインし1点を追加します。乱高山ちゃんいい声でした。大輝もその後は好投を続けます。3回の守りでは先頭をレフトフライに抑えると、続くバッターは見逃し三振に打ち取ります。この回もランナーは1人出しましたが、後続はしっかりと打ち取り0点に抑えます。4回先頭7番のタケちゃん、この痛烈な打球がサードを襲い強襲ヒットで出塁します。さらにタケちゃんは塁上をかき回し、2投3投でランナー3塁のチャンスを作ります。そして2アウト後、1番大勢の場面でバッテリーエラー。その間にタケちゃんが一気にホームイン。タケちゃんの足で1点を追加します。ここまでいい展開で試合を運んできたラボですが、この回ちょっとした落とし穴がありました。まずは先頭バッター、ここはサードゴロと思いましたが、なんと珍しくタケちゃんがファンブル。エラーでランナーが出塁します。続くバッターのこの打球は難しい打球でしたが、ショート体勢がうまくさばきワンアウト。そして続くバッターのこの打球は、レフトフライかと思いましたが、なんと私達郎映ってないところでエラーしました。後で大輝にしつこたま怒られました。そして2アウトとなり、この打球大勢も攻めましたが後ろに反らしてしまい、その間にホームイン、4対1となってしまいます。しかしその後は大輝がしっかりと抑えます。大輝本当にすいません。ラボは5回からタケちゃんがマウンドに上がります。まずは先頭バッター、この打球をショート体勢が華麗にさばきワンアウトを取ります。そして続くバッターは、低めの変化球で空振り三振、ツーアウト。そして続くバッターも、きっちり空振り三振、完璧な投球で三者凡退に抑えます。そして6回、ここまで2安打の先頭タケちゃん、打った打球はショートが弾き、エラーで出塁します。そして2アウト2塁となり、1番大勢、綺麗に弾き返した打球はセンターの前へ抜け、2塁ランナータケちゃんが一気にホームインします。これで5対1突き放します。そして最終回の守り、先頭バッターのこの打球はしっかりレフトフライに抑えます。今度はしっかり取りました。続くバッターは、インコースのまっすぐ、見逃し三振。最後のバッターも変化球で空振り三振、ゲームセット。5対1でジャスティスさんを破り、見事ベスト4を決めました。本日の MVP はタケちゃんです。この試合、回ってきた3打席すべてで出塁し、3盗塁と自慢の快速で2回ホームに帰ってきました。打っても追加点となるタイムリーヒットを打つなど2安打、
先日は投げる方で MVP を獲得しましたが、今回は野手として MVP となりました。今回の試合、内容的にはよくありませんでした。しかし、チームの決まり事である全力疾走と次の塁をしっかり狙うことのこの2つができていたので、相手に流れを渡すことなく勝利することができたんだと思います。打線は水物とよく言いますが、全力疾走を怠らずにしっかりとやれば結果は結びつく、そう思わされた試合でした。準決勝、決勝でもしっかり全力疾走で駆け抜け、優勝を目指したいと思います。本日の動画は以上となります。チャンネル登録と高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。